はい、皆さんこんにちは、的場 TV です。今回の的場 TV はですね、僕が普段愛用しているソニー α7-3 についての動画です。その α7-3 の中にですね、ピクチャープロファイルっていう設定があるんですけど、カメラの中で色の鮮やかさを落として撮影してくれるんですね。で、そのデータをパソコンに入れて自分で編集して自分の好きな色味とか好きな世界観を出していくっていう方法があるんですけれども、今回僕ですね、初めてそのピクチャープロファイル設定して撮影して編集をかけましたので、ぜひ動画を最後までご覧いただけると嬉しいです。動画の概要欄にですね、ピクチャープロファイル設定の数値などですね、そちら詳細載せてますので、今後ですね、ピクチャープロファイルで撮影してみたいよっていう方の参考になれたら嬉しいです。では動画最後までご覧ください。どうぞ。Ha ha ha ha!